こんにちは。綺麗な日、今日はセルフケアですね。セルフケアの日ですね。はい。で、今日は何のお話しようかなと思ったんですけども、先日いらっしゃった患者さんで寝違えの方がいらっしゃったんですけれども、でその方の話がちょっとね印象的だったので、ちょっと皆さんにもこう共有したいなと思って今日はお話ししようと思います。はい。寝違えとかに限らず、こう朝起きて首が痛い、肩が痛いとか腰が痛いとか、ね、いろんなところ朝起きた時に痛いっていうパターンって結構ねあると思うんですけれども、そういう時って大体こう前の晩の寝方が悪かったのかな、寝違いもそうですけどね、そう思われる方が結構いらっしゃるんですけども、ほぼほぼそれはないです。はい。であるとしたら、よっぽどこうお酒を飲みすぎて泥酔するパターン、泥酔してこう寝返りが打てなかったり、変な姿勢でもう長時間ずっとね寝てるっていう場合は、その寝方が前の晩の寝方によって痛みが出てるかなっていうのはあるんですけども、それ以外だと基本的にはね、前の晩の寝方でその痛みが出てるってことはないと思った方がいいです。はい。でなんでかっていうと、人間の体っていうのは寝てるうちに一番こう体の修理っていうのをね、しやすい状態になります。で日中動いていて、交感神経っていって、まあ働いて動いて、まあちょっとね活動的なモードのところから、こう夜寝る時っていうのは副交感神経に切り替わって、今度ね休ませて消化吸収して体を修理するモードに入るので、夜寝てるうちっていうのが一番こう体のね負担のかかっているところ、筋肉もそうですし内臓とかね、そういう自分の一番負担かかってちょっと痛めてるようなところを修理にかかります。はい。でほぼほぼ許容範囲内であれば一晩のうちにいろいろ修理してくれるっていうのが人間の体なんですけども、負担がかかりすぎているような部分だと、朝になってもね、一晩中かかってもね、夜なべ仕事をしても修理が終わらずに、その時に起きると、あそこが痛い、ここが痛いっていう感じで痛みとして感じる場合がよくあります。ですのでその朝になって痛みが出るっていうパターンの場合は、ほとんどがそれまでの蓄積で、そこにこうすごい負担がかかっていたんだなっていうふうに判断した方がいいです。はい。ということで、でじゃあそういう時ってどうすればいいかっていうと、一回ね結構炎症みたいに痛みが出ると、治りにくいっていうのがありますけれども、一つは痛みのない範囲で、そこの血流を良くしてあげて、温めたり動かしたり、ストレッチしたりするのがいいですね。ちょっと動かしただけでも痛いような、寝違いとかぎっくり腰みたいな感じになってると、その時は動かさない方がいいんですけれども、動かしてもそんなに痛くないっていうんであれば、温めたりしてね、こう血行を良くしてあげた方が早くなれます。ということと、あとはね、いつも同じような場所が痛むのであれば、もうそこに普段の生活から、動きとかね姿勢とか負担がかかってるっていうことが考えられるので、そこをこういろいろ体操をしたりストレッチをしたり、普段から、血行を良くしてあげて、負担をねちょっと減らしてあげるような、そんな風にちょっと工夫をする、まあ一つのサインっていう風に捉えた方がいいかなと思います。はい。ということで、今日はね朝起きた時の痛みについてお伝えしましたので、ちょっとね自分の体からのお知らせというかサインというふうに受け取ってみてもらえれば、よりね楽に過ごせるヒントになるかと思いますので、ぜひちょっとねその朝の痛みも嫌なものとして片付けずに、積極的にプラスの方に持っていってもらえればいいかなと思います。はい。それでは。